株式会社日本一ソフトウェアは、岐阜県各務原市に本社を置き、コンピュータソフトウェアの開発、製造、販売を主な事業内容とする日本の企業。旧社名、有限会社プリズム企画。取締役会長は、北澄孝一。代表取締役社長は、新川総平。社名は、それぞれが誰にも負けない才能を持ち寄ることで、 今までにない面白いゲームを作りたいという理念に由来する。命名は北住光一によるもの。他、NIS、アメリカ元社長の明永俊子が設立したゲーム関連会社プリアップにアイディアファクトリーと共に出資している。出資比率は10%。NIS、アメリカより発売された日本製アニメの北米版、ブルーローゼス日本一ラジオのタイトルで、 2010年7月13日より、響きラジオステーションにて、配信開始、2018年6月まで8年間続いた。2010年7月13日から2012年1月25日まで、毎週水曜日、2012年2月1日から2017年4月5日まで、各週水曜日、 2017年4月19日から2018年6月20日まで、第1、第3水曜日更新。発売直前直後の旬の時期にある、日本一ソフトウェアのゲームソフトのタイトル名を、ラジオタイトルに一定期間取り入れている。NTT プライムスクウェア社が行うマルチクラウド型、デジタルコンテンツ配信サービス、ファンにて、2011年12月12日から、 電撃プレイステーション取材による日本一の電撃発表会の動画配信を開始、毎月1回不定期で販売を予定。ただし、日本一ソフトウェアショップは2012年11月30日に閉店となった。2003年8月23日、岐阜県各務原市民会館で日本一ソフトウェア10周年記念のチャリティーコンサートを開催。 出演は、同社の数々の音楽を手掛けた、佐藤天平、マール王国の人形姫シリーズから、クルル役の河村マリアとクレア役の大谷育英の3人。2時間にわたって14曲を披露。後に、DVD と CD がリリースされている。ありがとうございます。